すげー。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、はい、お疲れ様です。今は水曜日の朝の11時なんですけど、今からロードトリップに行ってきます。で、今はレンタカーを借りるのを待ってるところです。感じめっちゃ楽しみ。じゃあ行ってきます。朝早く起きたんで、今からクリスピードーナツに歩いていきます。めっちゃカリフォルニア天気いいです。はい、クリスピークリームドーナツが近くにあったから10分ぐらい歩いてきました。こんな感じです。どう、こんな感じで見えるかな。スリーピース買いました。スリーピースも使って今から10分くらい歩いて、はい、買ったドーナツを紹介します。ね、これはプレーン、普通のグレイズドーナツで、これはシュガードーナツで、これはグレイズチョコレート、なんて書いてあったかな、なんとかです。3つ買いました。美味しそう。私ドーナツ大好きなんで、おやつに食べます。ではバイバイ。はい、皆さんお疲れ様です。今日はね、金曜日こっちのなんですけど、2日間オフを取らせてもらって、ちょっとロードトリップ的な感じでちょっと景色見に行ったりとか、ゴルフは2日間してなくて、で勉強もしてなくて、英語のって感じです。ちょっと心と体の休養を取りました。でリフレッシュできたかって言ったら、ちょっといろいろあってリフレッシュできんかったけど結局でも今日からゴルフも勉強も再開します。ジムもで、今日は朝、昨日1時半に寝てんけど、夜ので、私めっちゃ不眠症で、5時ぐらいに起きて、6時から8時半ぐらいまでちょっと勉強して、ちょっとさすがにもうちょっと英語勉強しないと、もうちょっと喋れないとちょっと困るんで、ってことで勉強して、今日は午後からラウンドに行ってきますって感じで、日々の日常に戻りたいと思います。ではさよなら。今は私のお気に入りのスムージーショップでスムージーを買ってます。めっちゃ今日は土曜日やけど、ちょっとだけ買いました。朝は半量セット買いました。今すぐ見たんやけど、アテンションとか使ったんだけど、そういう感じになってます。
か。はい、これが私のお気に入りのスムージーです。バニラ味なんですか。まず色が好きです。で、味も超美味しい。これを飲んでお昼はサンテーブルに帰ってる。では今日はサンディエゴで最後の日で18ホール回りました。ザ・ハイツっていうカントリークラブです。超良かった。でははい、とんかつを食べてからアイスクリームを食べに来ました。今日一緒にラウンドした日本人の人たちとです。移動するんだけど、その前に大好きなチョイボールの食を持って、それからパッケージする。最後は天気良くて最高でした。今フェニックスの空港におるんですけど、これは朝ごはん、カフェラテを飲んで、ニューヨークに移動します。今日は月曜日です。で、サンディエゴにおったんやけど、友達の家に、私の荷物がすごい届いとったんで、日本からボールとか、それをフェニックスに取りに来て、で、今から行ってきます。OK です。はい、皆さんお疲れ様です。今日は火曜日なんですけど、昨日ニューヨークに入りました。ずっと1週間どこだっけ、サンディエゴ、カルフォルニアじゃない、 LA、 ベガス、 LA、 サンディエゴにおって、日曜日になんか友達の家にすごい私のボールが届いとったんですね。フェニックスに、で、フェニックスに行かないとダメで、車でフェニックスに行きました。で、1日友達の家泊まって、そっからフェニックスでノンストップでニューヨークに来て、昨日夜中の12時にこのホテルに着いて、今日はね、朝スタートで18ホール回ってちょっと練習して、友達と日本食を食べに来ました。最高で、明日は朝8時ぐらいのスタートで9ホールだけちょっと回って、明後日人生初のアメリカでのプロアマがあるんでって感じで、体力を温存します。で、一つ報告があって、実はサンディエゴからアリゾナに行くとき、何キロぐらい、600キロぐらいかな、そんな、もうちょっとあるか、700キロぐらいやねんけど、多分そのマジ行きしなに事故ったんですよね。事故にあった、なんか事故ったっていうか、こう普通にまっすぐ走っとったらなんか割り込んできて、それでぶつかって、で、なんか警察、そのすごい手続きが大変で、向こうの人は保険使いたくないから警察呼びたくないから、俺にチェック送ってくれたらいいよみたいな、修理代だみたいな言われて、いや私悪くないのにふざけんなみたいな感じになって、結局警察呼んでんけど、なんか全然こんくて、で、私も電話してないけど、なんかそういう事件はもう自分らで写真とか撮って保険会社に任せてって言われて、私レンタカーだったんで、そのレンタカー会社にやってみたいな感じで、すごい大変やったし、初めてアメリカで事故ってめっちゃびっくりしました。てか終わったと思う、絶対切れられるやんと思ったけど、意外と別に向こう怒ってなかったけど、ちょっと意味わからんこと言ってきたんで、なんかはって感じだったけど、多分手続きみたいなのはやったから多分大丈夫って感じで、すごいねトラブルがあったんですよね。で、今週ニューヨーク行って2週間オフなんで、久しぶりの試合、1週間ぶり噛みすぎて、1週間ぶりの試合にすごいワクワクしてます。で、今週のコースは去年の優勝スコアが8アンダーやったんで、
あんま簡単じゃないかな。確かにグリーンがちょっとなんか日本みたいなコース、ちょっと狭くてグリーンも小さくて傾斜もすごくてって感じで、でどうなるか分からんけど、ベスト尽くして毎日アンダーで回れるように頑張ります。トップ10フィニッシュお願いって感じです。では頑張ってきます。